大型村は日本の東北地方北西部、秋田県南秋田郡に所在する村である。村の全域は日本で2番目の面積を誇る古庄であった八郎型を干拓して作った土地であり、干拓地として日本最大である。地方自治体としては1964年10月1日に発足した新しい村で既存自治体の合併や分割などを伴わない。 新設自治体としては、日本最後である。小賀市と若見町の合併協議会に参加したこともあったが、単独立村を選択する。大型村を含む地域ランドサット衛星画像。八郎型調整地や小賀半島も見える。中央幹線排水路大型村の行政区域面積は、中央管宅地に加え、八郎型調整地、東部小水路、西部小水路を含み、 170.05平方キロメートルである。村域の中央部に北緯40度と、統計140度の交点があり、日本の領土である陸地において10の倍数の移線と、経線の交点はここだけである。現在この交点には、軽移度高回転表示等が立つ。地図、もともと故障であった、大型村の陸地に川は一本もなく、自然に形成された山も存在しない。 ほぼ楕円型をなす大型村の外周は整備された八郎型の残存水域で形成されており、この水域が周辺市町村との境界になっている。大型村と周辺市町村は直接には接しておらず、7基の橋だけで繋がっている。村の南には今でも八郎型の名で呼ばれることがある八郎型調整地が広がっており、その東側には東部小水路がある。 東部小水路は村の周辺部を形作りながら北へ伸長し、真北で西部小水路とつながっている。西部小水路は北から南西へと伸びて八郎型調整地とつながっている。かつての八郎型は南の調整地と村周辺をめぐる水域という形で残存している。これとは別に村の内側は灌漑用水路と排水路が整備されている。また、 自然に形成された山がない大型村では1990年代に村のシンボルとして月山が造成された。大型富士がそれで、飛行は3.776メートルであるが、海抜0メートル地帯にあるため、標高0メートルである。大型村は村域の大部分が農地であるが、生活の中心地は村域の西中央部にある一区画で、総合中心地と呼ばれている。 村役場が所在する大型村技中央を中核とするが、他の主要施設も総合中心地内に集中している。アメダス大型観測。1981年から2010年までの平均値。平安時代の頃、大型と呼ばれていた八郎型は、後には大型と記すように変わったと伝えられている。尊名はこれに基づき、 公募によって全国から寄せられた候補の中から1964年7月22日に選定された。新しい形式の農村を開発して大規模農業を本格的に行うモデル農村となった。農家1個あたりの水田は10ヘクタールである。大型機械を導入して住宅を1箇所にまとめ農場には自動車で出かける生活をパターンとする近代的な 大規模農業経営が進められた。1970年からの減炭政策により国は米作りから畑作への転換を推奨した。国は大型村にも米作りから畑作への転換を迫ったが、干拓ごまもなく水はけが悪く畑作に向かない土地だった。米作りのエリートの誇りがあった闇米派と国の方針に従う遵守派に分かれて対立したが、 1995年の食料管理法の廃止で自由に米が作れるようになった。全財産を処分することを条件に入植した農民の中には経済区から自殺者も多数出現した。離農も相次ぎ、また残留して非正規流通米を生産し続ける農家もある。2009年の民主党への政権交代後は米粉の形での生産を許容してはいるが、 日本の減炭政作の犠牲になったモデル地区であり続けている。一般道路ナのハナロード、一般道路ナのハナロード空撮大型富士1995年に完成した大型富士次世代電池自動車、専用道路ソーラースポーツラインソーラースポーツラインで開催される次世代電池自動車レースワールドソーラーカーラリーソーラースポーツラインで開催される次世代電池自動車レース ワールドエコノムウーブその他の村民サービス施設姉妹都市等の関係にある自治体はない。最寄りの病院は古東高生病院改村以来集配局がない村であった。村で唯一の大型郵便局は民営化以前の無集配特定郵便局であった。現在の集配業務は小賀市にある若見郵便局が担当している。秋田県立大学大型キャンパス。 大型村間宅博物館村域内に鉄道は付設されていない。最寄り駅は村域外の東側を走る東日本、旅客鉄道を追う本線の鹿渡市駅と八郎型駅、及び八郎型調整地の南西対岸を走る JR、小賀線の船越駅と天皇駅である。2008年10月1日をもって村内を走っていた北中央交通の路線バスが、 廃止されたため、道村では大型村マイタウンバスを運行中である。2010年4月1日から、八郎型駅、古都総合病院行きバスについては、1回100円の運賃が必要になった。また、2011年4月1日から、村内巡回路線を含む、全3路線に1回100円の運賃が必要になった。最寄りの高速道路は、秋田自動車道、インターチェンジは、 後藤かもりインターチェンジと五条目八郎型インターチェンジである。また、損益を走る道路は以下の通り。ありがとうございます。